スクリーンヒーロー。スクリーンヒーローは、日本の競争馬である。主な勝チクラは2008年のジャパンカップ、アルゼンチン共和国媒。馬名の意味は、銀幕のヒーロー。2004年4月18日出生。北海道千歳市、八代大ファームの生産馬。2006年11月、三保の屋の進む旧社からデビュー。東京ダート1600メートルの新馬戦を、人気薄。 単勝239倍で4着し、2007年1月13日、3戦目の未勝利戦、中山ダート1800メートルで初勝利を挙げる。翌月の500万下を逃げ切って2勝目。続く初芝のスプリングステークスは5着に敗れた。夏のラジオ単波賞を2着後、9月のセントライト記念で3着に入り、喫下賞への優先出走計を獲得。 しかし直後に、左前足膝の剥離骨折が判明して、菊花賞を断念。長期休養に入る。療養中の2008年3月、矢野進む調教師の定年退職により、鹿と優一級者遺跡。8月の四骨湖特別、札幌、芝2600メートルで、およそ1年ぶりに復帰し、一番人気で勝利を挙げる。続くはいずれも着に敗れるが、 格上挑戦で挑んだ11月9日のアルゼンチン共和国倍で重賞初勝利を挙げた。3週間後の11月30日、ジャパンカップで GI に初出走。実績のあるディープスカイ、ウォッカ、名称サムソンなどが人気を集める中、ミルコデムーロ機上のスクリーンヒーローは単勝41倍、9番人気の伏兵だった。レースは、 前半1000メートル通過が61秒8というスローペースとなり3、4番手を進んだウォッカはかかり気味に道中行きたがる素振りを見せる馬が多い中スクリーンヒーローはスムーズに行為を追走直線で先頭に立つと外から追い込んできたディープスカイをハンバシンえて優勝したその後の有馬記念ではダイワスカーレットの5着に敗れるが この年の活躍を評価され、JRA 賞最優秀4歳以上ボバに選出された。また、シカトは翌年のドバイシーマクラシックや、キング・ジョージ6世ウィン・エリザベス・ステークスなど、複数の海外遠征を示唆していた。1月14日、JRA より2008年度のワールドサラブレッドランキングにおいて、スクリーンヒーローが122ポンドで23位に、 同時に、ジャパンサラブレッドランキングでは全部門に多い1位であることが発表された。2009年初戦の阪神対象天は3番人気で4着。5月の天皇賞、春は、浅草キングスに次ぐ2番人気で出走するも、カチューマ、マイネルキッズから2秒7離された14着と、大敗した。安城の横山のりひは敗因について、前回、 今回と関西への輸送が続いたし、前奏は、馬場も悪かったから、疲れがあったのかもしれないと話した。その後、短期休養を挟んだ6月の宝塚記念は後着に終わる。4ヶ月の休養を挟み、秋は休み明けで天皇賞、秋に出走した。安状には、クリストフルメールを予定していたが、ルメールの落馬骨折による来日延期のため、 2007年以来となる北村博士が起乗した。7番人気で出走したレースは内枠2番から先行、外からカンパニーに交わされたものの内から迫るウォッカを抑えて2着に入った。史上初の連覇を狙ったジャパンカップは前年と同じくデムーロとコンビを組む。4番人気に支持されたスクリーンヒーローだったが束に2回接触して置かれてしまい、 勝ったウォッカから2.1秒差の13着に敗れた。ジャパンカップ敗戦後、呉の有馬記念では、最終的に6位のファン投票を集めることになるが、これを回避して、山本トレーニングセンターへ放牧に出されることが、発表された。しかし、発表直後の12月3日、左前足に、晴れが見られ、検査を行ったところ、左前浅木県縁が判明。 9ヶ月以上の休養を要する見込みとなり、オーナーの吉田テルヤラ関係者による協議の結果、現役引退し、守母場入りすることが決まった。12月9日付で競争場登録を抹消。翌10日に、北海道新日高町のレックススタッドで種母場入りした。2010年4月付のワールドサラブレッドランキング。 2009年10月1日から2010年3月31日の世界主要レースの結果に基づくにて119ポンドの評価を受け、カンパニーやドリームジャーニー、オーケンブルースリーに次いで39位にランクインしたことが発表された。2016年9月3日、札幌競馬場のパドックにて最終レース終了後にお披露目され約7年ぶりに競馬場に登場した。 なおこの日のメインレースである札幌2歳ステークスでは3区のトラストが優勝を果て立ていた。グラスワンダー3区の最初の後継主母馬となり、両決馬であることに加え、初年度の種付け量が30万円、受体条件、50万円、出生条件とリーズナブルであったことから、初年度は84頭との種付けを行った。 翌年以降の種付け等数はやや減少傾向となり2012年には53等まで落ち込んだがデビュー前の3区が評判を呼んだ2013年は80等と再び増加しデビュー後の3区の活躍によって2014年から種付け等数は向上していったそして2015年には2012年度産のガンチャーレが新山記念を制止中央競馬で3区発の 中賞勝利を達成すると、初年度3区から、同年の安田記念とマイルチャンピオンシップを勝利し、同1年前 G1 競争制覇を達成した、モーリスやアルゼンチン共和国売で史上初の不死制覇を達成し、同年暮れの有馬記念を制した、ゴールドアクターら2頭の G1 競争優勝馬を排出し、特にモーリスは2015年の海外 G1 競争である、香港マイルも勝利し、 同年の年度代表馬にも選出された。この年の種付け等数は、キャリアハイとなる190等と種付けしており、2016年からは、予定申し込みで初年度の15倍以上になる500万円まで値上がるが、それでもシーズン前には満口となった。2017年には700万、受体確認後にまで達し、ディープインパクト、キングカメハメハに次ぐ、国内3位となった。 また、同年から、3区のモーリスも、後継として種ごま入りをしている。3区は、仕上がりの速さ、体質の強さが大きな特徴で、早い時期からのデビュー率が高いとされる。2018年1月14日、現在、JRA デビュー153等で、重症場6等、約4の効率を叩き出している。ふとは、 G.I.Q. 競争。祖母ダイナアクトレスは、重賞5勝。おじには、ステージチャンプ、日経賞、ステイヤーズステークス、オーバープライムステージ、札幌3歳、ステークス、フェアリーステークスがいる、レフネム、イコールネット2008万1109。他にも謹慎に、祖母ダイナアクトレスを同じくする東京新聞杯、富士ステークスカチウマのアブソリュート、中山大障害。 中山グランドジャンプカチューマのマルカラスカルがいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。